はようございます。今日はこちら4番のボトルです。こちらのボトルはサンライトボトルと言います。上がイエロー、下がゴールドですね。オーラソーマのチャクラセットの中ではこれは第3チャクラのボトルになります。第3っていうのは E のあたりですよね。ここには不動明様がおられます、ね、ちょっとあの下がゴールドでしょ。ゴールデンカルサイトっていうあのクリスタルをね私持ってるんだけれども、とっても虹がキラキラで美しいんですね。でね、こちらのクリスタルと一緒にお届けします。もうクリスタル大好きです。このボトルは太陽神経層と関連しています。この太陽神経層っていうのは第三チャクラのことです。それは私たちの体の中にあって存在の内にある日光です。私たちが不安や恐怖、緊張を手放すことができれば、そこに太陽が照り始めます。過去と未来を手放して現在に至るこの瞬間を楽しんで祝うこと、今ここです。ここからサンライトの名前があります。歴史的には太陽と太陽意識を崇拝することに最も関連したと見られる文明はエジプトです。この時代エジプトの社会においては恐怖と力を使って少数の人の手で多くの人々を支配していたことが知られています。このテーマは B3 番の仮想にあったグリーンの中に隠されたイエローの道を示し、ここでは B4 番の上層の意識の層に現れています。このね、上が黄色ですよっていうことですね。これはアトランティス以降に地上に発展した次の大きな文明であるエジプトにアトランティスをつなぐ糸です。サンライトボトルは自己の内側、お腹の中にあるゴールドの知恵を洗練する可能性に関連しています。私たちが自分自身の知恵に気づけば、私たちは世界に光を照らします。このボトルのタロットには皇帝の体の上部に向かって3本の光の筋が描かれています。これは肯定、否定、中立の力です。サンライトに至って私たちが自己の中ではっきりと力の3つの側面を理解することができるところにやってきたということです。これはイエス、ノー、わからないという力です。イエス、ノー、わからないを言うのは太陽神経層に左右されます。サンライトは意識に関連しています。それは自己認識であり、それは自意識、あるいは太陽神経層の中の萎縮した締め付けとして否定的なあり方で現れる時があります。締め付けが緩み始めると恐怖は手放され、私たちは萎縮の縮め付けを全く元に戻すことができるようになり、太陽が輝き始めます。自意識が手放されるにつれ、もっと信頼が現れ始め、そして小さな知識が現れ始めます。知識イエローを手放すことは知恵ゴールドへの最初の一歩かもしれません。太陽は象徴的にこの両方の色を内に持っています。ゴールドっていうのは私たちのおへそのね、ところにあるゴールドの領域、インカネーショナルスター。私たちのすべての知恵はそこにあります。なのでこう何かで悩んだりこう考え事をするときって、意識のエネルギーはすべて思考、頭に行きますね。その頭をぐる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 思考が回ってるときは、ぜひ
ね、ちょっと背筋を伸ばし、自分自身のおへそあたりに意識を向けてください。その頭頂部にある、ね、思考のエネルギーをぐーっとおへそのあたりに下ろしていきます、ね、そして自分自身の知恵とつながり、ね、そこを感じてみてください、ね、そうすると自分自身の内側から、ね、答えはやってきます。ゴールドのクイントエッセンスはレディーポルシャね、もう人を裁くのをやめましょうねってね、そういうクイントですよね。でゴールドにはゴールドのポマンダーがあります。自己価値ね、自分自身の価値っていうものをもっともっと自分自身が認めていくってことがとっても大切になりますね。自己価値がね、やっぱり自己肯定感が低い方っていうのは承認欲求って外側に求めるんですね。認めてよ認めてよ、そうではないんですよね。自分自身のこう価値を自分が認めていくことを、そうすると外には求めなくなります。そうするととても生きやすくなりますね。そして自分自身の価値に自分が自信を持てるようになると、人の荒探しはしなくなりますね。自分にダメ出しをたくさんたくさん攻撃する人は、知らず知らずのうちにその自分を攻撃しているその意識がね、外に向いてるんですね。で自分のダメ出しをする人は人にもダメ出しをしています。これは無意識にするのでね、気づかない方が多いですよね。でそれはもう人の感情、人の心って瞬時に変わっていくので、ね、何かやっぱりネガティブなことが起こると、やっぱりふってこうね、気づけば人のジャッジばっかりしてることってあると思うんですね、誰しも。そこに気づいたらちょっとこうね、意識を転換していく、あ、違う違う違うってね、そうやって自分でこう修復しながらね、こうやっていくっていうのが、完璧な人間、光だけの存在はありません。みんな光と闇の部分持ってるのでね、そこのバランスをとっていくだったりとか、ね、自分自身の影の部分、やっぱり闇の部分と自分が向き合っていくっていうことがとっても大切になります。またそのあたりの話もサロンに聞きに来てください。ゴールドとロイヤルブルーは補色になるんですね。これどちらもロイヤルブルーの色紙の上にゴールドの文字が書かれてあります。補色関係なんですね。ね、ぜひね、自分自身のインカネーショナルスター、そこにつながって、ね、感じてみてください。
そして自己肯定感を上げていく、自己価値を認める、自分に自信を持っていくっていうことをね、大切にされてください。明日は5番、5番は私のバースボトルですね。じゃあまた明日5番のご紹介をしたいと思います。今日もご視聴くださってありがとうございます。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。ではまた明日。